続きやっていきたいと思います。イースに会うところからですけど、ちょっと今生配信ができてるかどうかを一回ちょっと YouTube で確認しないとなんで、しばしねお待ちください。ちょっと時間かかるんだよね、やっぱ遅延がどんぐらいだろう、5秒ぐらいかな、かかっちゃうんで。入ってる？音声入ってるかな？大丈夫そうかな？はい、じゃあね、やっていきたいと思います。はい、じゃあ、イースですね。に会うというところです。サムネイルは今回は、変更しないです。動画をね、差し替えで、いい画質の方を、で上げるときに設定しようかなと思ってます。結構人がいる。ここが街の大通りになるのか。イースはリーウェイホテルに泊まってるそうだ。リーウェイホテル、すごい人だな。じゃあリーウェイホテルに行きましょう。さっきやってたんだけど、ネットの回線があんま良くなくて一回止まっちゃったんだよね、生配信が。なんかネットで調べれば別に十分な回線スピードではあったんで、まあそのままやるようにしてますけども。まあやっぱね、こういう時やるときは無線でやるより有線でやった方がいいかもしれない。ここ揺れた。地震ってやつか。地震ってやつじゃないね。今のは何？どうした？なんか頭痛いと思ったけど。大丈夫？平気、治った。あ、じゃあホテル行きましょう。チョコボ乗りてー。いや乗ってるよ、チョコボ昨日から普通に流したね。あ、兄さん出た、イリス可愛いよねー。みんな生きてる。足あるね。ハルハル元気そうだね。おかげさまで。ね、泊まるならここでしょ。そうです。そうだ、時間取れ、いろいろ聞きたい。うん。まあ FF15 はなんかみんなが言うように女性キャラがね操作できないという、あんまり出てこないと。レアですよねやっぱり。よく無事だったな、ジャレット、タルコットも。ノクティス様、イリスは俺が守ってます。申し訳ありません、孫のしつけがなっておりませんで。ええよ、ありがたいお言葉でございます。ではそろそろ失礼を。ノクティス様、おやすみなさい。似てねえ兄弟。イリス、オート、どんな感じだった？お城とその近くがすごくやられちゃって、大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。目的はやはり限定的だったのか。ね、なんかあったらどんどん行ってね。ああ、ありがとな。じゃあ一緒に旅してくれって。なんだよ。あのね、ルナフレーナ様、この町にいらしてたって噂があって。あ、そうなの。でもすぐに町を出たって、無事でよかったじゃん。分かった、ありがとう。じゃあゆっくり休んでね。レスタルも 1.5 倍なんだね。どうしよっかな。やっぱイディスは取るよね。保存だよね。はい。
すけ。かわいい。あいつらはみんなタルコットと散歩行っちゃったよ。街見てくるって。あ、ね、私たちも行こう。もちろん行くでしょう。こんな可愛い子に行こうって言われたら。たよし、案内するね。お待ちになった甲斐がありましたな。ではお気をつけて。一番最初は市場かな。ついてきて。市場に向かうと。ここ夜になるとすっごく素敵なんだよ。うん、じゃあ夜のデートしようよ。あ、行っちゃった。どっち？ここパーテラ市場って言って何でも売ってんの。何でも売ってんの。楽しくなんない？いろんなの買いたくなっちゃう。話を合わせる。お前が好きそうな店あるもんな。わかる。250円を獲得しました。うわ、このお店なんかいいの揃ってるっぽい。どの店だよ。ちょっと見てていい？待ってて。待ってんの？お待たせ。じゃあ次はね、工場。え、工場どこ行ったか。イリスどこ行ったの？あ、いた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 。あ、勝手に行けってこと？俺もう。起きた起きた。あら、はい、行けない。ここか。いいね、イリスも。基本的に自分はもう黒髪が好きなんで。あ、広っ。あ、古い小銭。レベル上げに持ってこいのやつですね。かわいい。背がちっちゃくて、黒髪で。服装も好みだし。あー、終わっちゃうよ。デートが終わっちゃう。工場だね。あれが工場でね。ここの電気を作ってるんだけど、すごいんだよ。働いてる人みんな女の人。ここでは女性がどんな仕事でもするんだって。心配する。優しい男なんでね。大変そうだな。ん？大変？すごくない？まあいいけど。じゃあ次は展望公園にしよう。 AP を2獲得した。展望公園って人もデートっぽいよね。もうやっぱりイギスの顔を見ていきたいからこういうアングルになるよね。もうちょっと近づきたいけど。こんな家もいいよね。あー、どうだ、イギスがいなくなっちゃった。こっち見ない、アングルがな、こう見ないと分かんない。え、向こうなんか。なんか向こうに人がってる。アングルにこうなると。いや、こっち来て。イリス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 。そう、こっち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 。いや、ノックとか邪魔でイリスが見えない。お、来た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 。いいね、この近い感じが。
こっち。もうちょい近づいてこいよ。なんでこっち行っちゃうん。最近地震多いけど、この辺は腐れてこないよな。もういいか。アングル気にせず行けば。ここの飲み物全部いいんだよね。そうなの。そうなんだ。カーテスの大皿って本当に燃えているんだな。確認。いやー、デートが終わっちゃうよ。デートが終わってしまう。あれ、どこ行った。何見てんの？このお店、私のお気に入りなんだ。じゃあ買ってあげるけど。何にもできないし。まあ、とりあえず行くか。こんな車乗ってみたいな。乗せてあげるよ。おい。ついてしまう。ついてしまった。ペゴラ展望公園っていうの。ペゴラ展望公園。メテオが見えるんだ。どこにメテオあるん？ノクト、なんかこれ内緒のデートっぽいね。いいね、素晴らしい。いや、どっちも否定したくない。否定もしたくないじゃん。お茶も濁したくないんだけど。どうしよう。じゃあお茶を濁すで。だとしたら俺が兄貴に殴られる。変なこと言えない。素晴らしい、可愛い。それにノクトにはルナフレイノ様がいるしね。でもルーナよりイースの方が好きなんだけど。私は。もうみんな戻ってるかな。あ、AP に書く。そろそろホテルに帰ろっか。エロいな、ホテルに戻るとか。ああ、デートが終わっちゃう。はい、じゃあホテルに戻りましょう。イースの顔を見ながら、イースのアングルを。ああ、アングルが変わってしまった。イースの顔を見ながら、イースの顔を見ながらだとダメだ、操作がしにくい。あ、ダメだ、アングルが変わっちゃう。いいや、もう、行こう。風が気持ちいい。先に進もう。あ、どうもいらっしゃい。みんないるかな。あ、デートが終わった。こんなの子供の時以来だね。ありがとう、楽しかった。いやー、もっとデートしようよ。同意する。俺もありがとな、楽しかった。かわいい。喜んでくれて嬉しい。いや、かわいい。あのね、市場で買ってたの、ノクトのだから。え、そんな。でもまだ内緒、楽しみにしてて。え、何。あー、終わっちゃった。デートが終わっちゃった。おかえり。じゃあタルコと街で聞いたって話。わかった。で、伝説の剣探しに行くんだよね。ああ、大丈夫、俺一般市民ですんで。ノクティス様、伝説の剣がこの近くの滝の中にあるんだそうです。伝説の剣を探すよりイギスとデートしてたいな。場所の一つかもしれない。行ってみねえか。すいません、なんかネットが回線の調子が良くないみたいで、なんか異常終了っていうか、ね、生配信が終了してしまった。大丈夫かな。待ってください、キャプチャーの方をもう一回取り直すんで。なんかネットは悪いんかな、家の。なんかさっきも異常終了しちゃって。
はい、じゃあ行きましょう。伝説の剣探しに。ネット環境は良くないんかな。カップヌードルか。外でも買えんだな。午前中だからそんなにいくつか買い溜めておくか。重くはないと思うんだけどな。そのうちな。この町の人たちってなんかすごくフレンドリーじゃない？うん、誰でも挨拶してくるし驚くわ。ノクトは特にね。インソムニアはそんなことなかったもんな。何なんだろうね。ネットが悪い。回線が。大丈夫かな。なんかすごい心配なんだよね。ちょっとさっき上がった動画がなんか生放送してたやつが上がっちゃってるんで、ちょっとタイトルを変えないと同じになっちゃうんで、ちょっとタイトルを変更、ちょい変更。壁かな。すげえ不安。この車の時間がね、これファストトラベルできないんかね。ダメだ、ファストトラベルはできないね。もうさっさと行ってもらうしかないね。この辺の曲はプレリュード、オープニングテーマ、メインテーマ。ちょっとネット環境が良くねえな。ちょっと今ツイッターでつぶやき中ネット環境が悪いと。セブンのメインテーマだね。何食べんの？ 300m か。チョコボ乗ろう。来た。ああ、よろしく。トゥ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 
あれこれどこで降りんの。将軍ってやっぱ強いんだね。敵にしたくねえよな。もしかして車のところで降りる下に。いやっていう気がする。一周目やったときなんかそんなような記憶が。あったここだね。飛べ。ノクト、揺れてなきゃ平気か。ああ、地震で痛む。理由がわからないな。スネーク。蛇がいる、蛇が。無視。もうストーリーをサク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 いくさ進めるんで。こいつらもう無視。行っときません。一狩り行きません。モンスターハンターじゃないんで。やばい、落ちちゃった。めんどくさい。トゥ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 。あれチョコボか。わあ、落ちちゃった。めんどくせ。気をつけろ。はい、敵はどうでもいい。強い奴は嫌われるぜ。敵はどうでもいいっす。滝の裏にあるって話だけど。まあ滝の洞窟ですね。これがすごい迷った気がするんだけどな。一周目やるとき。ライトつけるぞ。ライトつけて。暗いから。噂。早くも鳥肌。この格好のまま入るの。安心しろ、死にゃしねえよ。こんな寒いんだし、死骸もいなかったりして。死骸に寒いも暑いもねえだろ。だよね。さて、やっぱり出るよね。こいつらは何がいいんだ。やったな。さて、やっぱしまった。よし、完璧。そうかと思った。シフトキルでいいやもう。だ。終わり。さあどっちだ。やっぱり寒い。ちゃんと見つかりますように。気合い入れて探せ。ちまたかよ。またかよって、これが合ってんかい。こっちまた敵。あ、やべ、固まった。ストップか。どうだ。おい、終わり。どっち？こっちか。こっか。もう勘でいってるわもう。滑んなよ。注意して進め。もう振りにしか聞こえないよ。振りにしか聞こえん。滑んなよ。でこの後どこだ？先行って。どっちだ？こっちか。あープリンか。終わり。なんか一周目やるときここのボスにすげえ苦戦した記憶があるんでね。ポーションガブ飲みゲームだったし、回る本当に合ってる。剣はこの先か。多分な。もう少し調べてみよう。合ってんかな。本当にここ迷子でしょ。もう雷のエレメントがあって、な
この先の気がする。あ、なんか合ってるっぽい気がする。一周目するときめっちゃ迷ったからな本当にもう、あ、やばい、落ちそうだこれ。落ちる可能性があるから丁寧にやんないと。まだいる？誰がいる？こいつか。暗くてナイフが投げにくいな。しろ。なんねえのかこの暗さ。でもこの先行きゃ多分ボスでしょうもん。あれ？違う？さっさと先に行こうぜ。あ、合ってるよな。こっちは？こっちかも。どっちだよ。ほらここ。合ってる。ああ冷たい。あったかいもの食べたいな。もうそろそろな気もするんだけど。うん、そうね。すげえ、2周目はすぐ行けたわ。1周目もここなんか1時間以上かかってたからな、もうクリアするのに。完全なる迷子ゲームだったから。おい、あの扉どう出ましたね。マインドクリアだっけ。完全に1周目やった時はもう完全にポーションガビの右だったの。あれどこ。その調子だノクト。フリ。危ない。マインドフレアはデュアルダンだね。一体誰を狙ってる。やっと外出れる。終わり。無事に済んだな。武器を取る。まあストーリー上これで3つ目だよね。13あるって言ってて、ストーリーだと何個回収するんだ。とりあえず3つ目。ファントムソード召喚ができるようになりました。ノクティスが攻撃ガードを行うたびに増加する顔面左側のファントムゲージが満タンになると発動可能です。これもなんか全然なんか使ってなかった気がする。一周目したとき。召喚獣はすべての能力、召喚中か、召喚中はすべての能力が、飛躍的に上昇します。ルイッチ R1 ファントムソード。はい。ファントムソードって一切使わなかった気がするんだけどな、一周目。じゃあ入り口まで戻ろうかね。はい、あーやっぱ2周目はサクサクいけるわ。1周目なんてもう本当にここの滝の毒性マジで2時間ぐらいかかってたかな。大丈夫？大丈夫？なんだ？どこだ？どうした？穴の中でなんか燃えてた。あれメテオか。メテオってだから何。カーテスの大皿が見えたのか。一度レスタルムに戻ろうぜダルコットに報告しなきゃね。今さっきの動画途中で切れちゃったのと合わせて大体30分ぐらい経ったのか。なんであと30分ぐらいで切ろうかなと思ってますけど。一回いた。チョコボ、チョコボが持っててくれた。なるほどな。くらこれメニューで車のとこまで戻った方がいいかな。まあいいか。とりあえず暗い中のチョコボを探索しよう。敵がいる。真っ暗で何にも見えないね。やるぞ。ああダメだ、一回戻ろ
車で。おやべ、全く行けねえ。いた。とりあえずこの辺のセッター押して、ファントムソード、強っ。無事です。先行こうぜ。車に戻る。店入ろうぜ。うん、行こう。夜のドライブは危険だ。また出直そう。いいよ、行こうよ。自分で運転はしたくないんだよな。休憩するか。ノクト、今日こそ対戦勝負。キングスナイトか。キングスナイトもなんかアプリかなんかで出るんでしょ。なら俺も参戦してやろうか。プップップーン。この街、俺は割と好きだったぜ。俺かっこいいな。だろ？グラディオは絵になるからずるいな。妹と全く似てないけどね。さてと、じゃあレスタルムに戻って。まあ、とりあえず給油しとこうか。あ、もうガソリンがだいぶなかった。危な。よし、はい。じゃあレスタルムに戻りましょう。ファストドライブできるんかな。オートドライブ3分後。お、来た、ファストドライブで、結局ローディングになるね。長い。これもスムーズにいってほしいんだけどな、このロードも。さて、この後なんだっけ。また、アーデンに会うんだっけ。アーデンに会うんだ。アーデンがいる？レスタルもとりあえず出るんだよね、確か。チャプター3が終わるんかな、これで。一回切るか。まあとりあえずシャープ3は、あ、一応タイトルにある通りイーストデートと滝の洞窟の伝説の剣を探すってところで止めたかっていうタイトルつけたんで、まあとりあえずここで止めようかな。うん、そうね。一回動画も途切れちゃったしね。相変わらず暑いな、ここは。無理だろ、どうだ。じゃあ一回切って、あ、またロードになった。一回切って、また編集し終わったら、シャープ3を編集し終わったらシャープ4の方ね、やっていきたいと思いますので、一回ね、まあ、シャープ3はここで切ろうかと思います。そんな長くなっても見返しすぎ嫌なんでね。はい、ではね、ここまでご視聴していただきありがとうございました。またね、シャープ4も見ていただけたら嬉しいかなと思います。それでは今回、この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。